常演劇ブータニックへようこそ。さて本日のブータはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらマクドナルドのビッグブレッドファストデラックスと朝一種のベリーソースパンケーキ、そしてマックフィーズの太陽の加湿オレンジ、あれもう一つ、そうそう、なんかソーダのやつありましたね、それを飲みたいと思います。マクドナルドの朝ごはんって初めてですね。ただ朝ごはんやってる最中はこちらのハワイのハンバーガーは販売されてないので、そこはちょっと残念な気もしますが、まあ美味しそうなのでいいでしょう。それではチャンネル登録よろしくお願いします。手元に寄せると甘い香りがしてきます。でもそれよりもまずはこちらの卵からいただきます。続きましてはマフィン、マクドナルドのマフィン初体験なんですよね。なので気になります。ではいただきます。ちょっとここはたりカシスオレンジでリフレッシュします。続きましてはホットケーキ、マフィンと一緒に出てくるってどうなんだろうってちょっと思いますが、ま、マクドナルドらしいキャラシーのかもしれません。ではいただきます。食べ物のラストはハワイアンパンケーキ、さっきのホットケーキよりも分厚いですね。それにベリーも色鮮やかです。色です。ではいただきます。ラストはマックフィズブルーハワイ、もうまんまですね。ブルーハワイってかき氷のシロップでは聞いたことありますけど、こういうのでは初めてです。では飲んでみます。マクドナルドにしてはお肉がちょっと残念な気もしましたが、他の部分が美味しかったですね。マフィンも良かったですよ。でもホットケーキもやっぱり捨てがたいですね。そういうのを考えるとこれはありですね。最初に食べたブレックファーストのメニューは、卵はふんわりとした食感が口の中にと広がってきて、全体的に優しい味わいでしたね。一方でその下にあったお肉はマクドナルドのハンバーガーのパティとは違ってちょっと薄めで、お肉の旨味はあるんですけどちょっと油がくどいような印象を受けました。ハンバーガーとはまた違う印象なのかな。はい、そしてその次に食べた、あれだ、ハッシュドポテトは衣がカリカリしていて塩コショウとの相性も良くて美味しかったです。マフィンは左にちょっと分厚めでさっくりとしたトーストといった印象ですね。でトーストは好きな方には好きだと思います。自分は中にバターを入れましたが、コテンシロップかけてもいいかもしれないですね。そしてホットケーキはふんわりとした生地にちょっと時間を置くとシロップがうまい具合に染み込んでいって、口の中でふわっと甘さを広げてくれて美味しかったです。このホットケーキが一番良かったですね、このこちらのプレートの中では。そしてハワイシリーズですが、この2種類のマックフィズはどちらも自分はちょっと苦手なんですけど、炭酸飲料でのすっきり爽快とした味わいがあって、ブルーハワイはラムネのようなカシスオレンジはやっぱりカシスオレンジの酸味が効いていて美味しかったです。自分はこちらのカシスオレンジの方が好みでしたね。そして最後に食べ物の最後のハワイアンパンケーキ、これは分厚いパンケーキにイチゴとはまた違う酸味の効いたベリーソースがよくマッチしていました。なんて言ったらいいのかなっていうような甘酸っぱさがあって美味しかったです。もうちょっと大きなサイズの方、個人はこのハワイアンパンケーキと先ほどの頂上のホットケーキが今回一番美味しかったので、その両方を代表としてこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。